今シーズンのプレミアリーグのタイトル争いはアーセナル、リバプール、マンチェスターシティの3チームによる三つどもえとなっている。ここからさらに激化していくことが予想されるが、そんな中、イギリス、デイリーメールは、プレミアリーグの今シーズン最高の契約トップ10を発表している。デクランライスやコールパルマーなどチームの顔となる選手が選出される中、 5位に選ばれたのが日本代表キャプテンの遠藤るだ。同メディアは、リバプールは昨夏、モイセス・カイセドとロメオ・ラビアを欲しがっていたが、2人ともチェルシーへ移籍してしまった。遠藤は当初、30歳でシツットガルトから1600万ポンドで移籍してきたため、その場しのぎの安いオプションに見えた、と前置きし、このように続けた。しかし、 彼のアンフィールドでのインパクトはクロックを含む全ての人に衝撃を与えた。この日本人 MF は崩しのプレーの達人であり、ポゼッションでは周囲の選手が活躍できるようシンプルに保つ。先月のカラバオカップでリバプールが優勝した際も、日曜日のマンチェスター・シティとの1対1に終わった試合でロドリとケビン・デ・ブライネを相手にした時も自分の力を12分に発揮した。その結果、 デブライネを残り20分の段階で交代させた。遠藤はその戦いに明らかに勝利し、今後数週間はリバプールのタイトル獲得に欠かせない存在となるだろう。遠藤は当時30歳であったことやリバプールのメインターゲットでなかったために獲得に疑問の声も上がっていた。また加入してすぐは批判の声も多かったが、今ではその評価を180度替え、リバプールで確固たる地位を手に入れている。 疑問誌から始まった遠藤のリバプールでのキャリアだが、今では同選手の重要性を疑う者はいないだろう。